はいどうも、ウイスコギーです。はい、今日ね、今日紹介する商品、じゃん、まあね、金のね、コーヒーブラックムート、じゃんね、すごくないですか、なんかね、このなんかリッチ感ね。そう、今日帰郷祭初日っすよ。いや、全然話変わるけど、学校から帰ってきて家着くじゃないですか。で、まあ高校のね、高校っていうか友達が、あ、友達、いや、なんかな、なんつうんがいいんだろう。あ、ちょっといろいろあって、まあ、じゃあ、塩を、じゃあ、まあ、一応もらっておきますって言ったら、まあ、塩が来たわけですよ、その高校っていうか。ね、まあ、高校なのかな。で、一応、まあ、こういう、見えるかな、ところから、まあ、来てるわけですよ。ね、こうやって説明会、在中継。はい。入ってるのいいんだけど、この手紙、なんかおかしいんですよ。なんかさ、これさ、ちょっとおかしいところ気づきます？ここにさ、切手がないんですよね。切手がないっていうことは、わざわざ自衛隊の人がここまで来て説明、これを置きに来たのかなみたいな。なんすかね。お、マジか。一刀陸、で、なんか、陸さ、陸士、どっちやろう。そう、すごいですね。自衛隊の人の名刺の裏っけ、こんな潜水艦なんですね。こんな感じ。一応名刺が入っていましたけど、ね。ふむふむ？うん。うんうんうん。はあはあはあ、まあいいや。はい、とりあえずね、まあ今日家に帰ってきたらそんなびっくりすることがあったんですけど、なんかすごいね。まあいいや。じゃあ、じゃん。光をね、入れないようにする工夫をしてあるらしいです、ここにね。じゃん。だからこの周りがなんかこんなね、色が変わってるのかなっていうふうに思います。いただきます。ちょっと、お、いいんじゃないですか。ちょっと、あ、ここら辺ぐらいまで入ってますね。いただきます。あ、こ、お、結構濃いわこれ。想像していたコーヒーの10倍ぐらい濃い。ああ、濃っ。おお、おお、すごいね、濃いな。おお、濃っ。ああ、すげえ。ああ、やばい、目覚める。濃っ。とりあえずもうね、味が濃いいう故郷しか言えないね。じゃあどんな感じなのか開けてみます。あれ、まさかのこれ、こういうパキン、嘘でしょ、ふざけんなよ。せっかくさ、そのコーヒーの色とかね、見せようと思ったのに、なんか醤油の瓶みたいになってんじゃないですかこれ。すごい、これ絶対なんかさ、ここにお醤油、こうやってさ、醤油って書いてあったら、多分絶対勘違いして飲むっていうか、お刺身につけるやついますよね。これやってみよう。おお、楽しい。楽しいけど、楽しみになってきた。ああ、まあいいや。味濃いね。まあ、1本110円かな？生こんだけね。ああ、かっこいいて。そう、初めの言葉だったんですけど、まあ、ギリギリね、なんとか。なったり、まあいろいろあったけど。やっぱ学校って疲れるんすよね。まあ皆さんもぜひね、コーヒー飲んでみたらどうでしょうかね。そう、まあぜひ他の地区の自衛隊の案内所から手紙が来た人は、
できればちょっと教えてください。どういう風に来たのか。一応横浜市は切手がなかったっていうのを一応報告です。バイチャラ。いいえ。